どうぞ。失礼します。ああ、高島先生。どうも、お忙しいところ。どうしたんですか？先日の職員会議で出た私の不適切な指導の件に関しまして、今一度校長にも謝罪をと。私に謝罪？なぜですか？なぜと言いますか、いや、僕の不適切な指導から学校にその名誉にも泥を塗る形になってしまったので、学校の代表である校長にも多大なるご迷惑をかけてしまって、そのことを謝りたく思っておりまして。いやいや、高島先生。だってそれは私にではなく、生徒に謝罪すべきでしょう。違いますか？ああ、それは、ね？そうでしょ？ダメですよ。生徒に下手なことを教えちゃ。高島先生の方では冗談のつもりでも、生徒の方ではそれが常識と思ってしまう。もっと教師であるという自覚を持っていただかないと。全くその通りです。謝るときはしっかり謝る。ね？すみません。ごめんなさい。申し訳ありません。いろんな言葉ありますが、それを誠心誠意伝えるんです。言葉というものは相手への贈り物です。あまり雑に扱われないこと。これは高島先生、教師云々以前の問題ですよ。はい、それはもう本当に申し訳ありませんでした。高島先生は生徒にも人気がありますし、私としても信頼してるんです。そんな、全然僕なんと。ですから、これから気をつけて、そうすれば私からは何も言いません。以後、お願いしますね。あ、校長、本当に恐れ入り豆、ありがとうございます。では、失礼しましま。ちょ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 。ん？はい。何でしょ今、言いました。う。何をですか？言いましたね。気をつけてって言ったやつですよ、今さっき。え？言ったでしょ？いえ、言ってませんけど。いや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 、言ったでしょ。え？ダメじゃないですか、それ言っちゃ。恐れ入ります。ありがとうございます。ちゃんと言わなきゃ、そういうことは。今注意したばかりなんですよ。え、言ってませんでした？今僕そうやって。言ってませんよ。ああ、じゃあ、すみません。無意識でまた。無意識。ああ。高島先生、それはまずいよ。まずいですか？まずいと思います。ちゃんとしましょう。もうさすがに大人なんだから。すみません。ダメですよ、今のは。ああ、ちなみに僕何て言いました？は？いや、今僕何て言ったのかと。私に言わせる気ですか？ただ一応自分で自覚していないといつまでも治らないともう困るので。まあまあ、それは。いいですか？あなた今。恐れ入りまめ、ありがとうございます。しまいにゃ、失礼します、しましまなんて言ったんですよ。校長いくらなんだよ、それは。いや、そんな、ご冗談を。冗談じゃないです。ちゃんと自覚してください、ご自分で。勘弁してください、校長。僕、ほら、ほおーら。おーおーおー、また今言いましたね、高島先生。え？また言いましたよ。勘弁してくださいのとこ。え？自分で分かってますか？勘弁してください、ですか？また言った。滑舌の問題じゃありませんね、それは。今、はっきり言いました。なんて言いました？やめなさい、ふざけるの。そんなふざけるなんて、本当に悪気はないんです。助けてください。助けるも何もあったもんじゃない。恥ずかしくてな、恥ずかしくないんですか？ハンカチです。ですから、僕が何て言ったかを。ああ、言った、また言った、この男は。何ですか？え、また僕は言ったんですか？うわー、これはどっちだろう、際どい。なんとタンは食べ物かしら。え、食べ物、何のことですか？わけわかめですよ。ああ、これは確信犯、これは確信犯。もういいです。僕は改めると言いに来たんです。あんまりじゃないですか。そんな風に僕をバカにするなんて。改まってないから指摘してるんですよ。高島先生、気をつけましょう。あなたは確かにダジャレを言ってます。それも日常的に。これは直していかなければなりません。わかりますか？ヒロポン、ポンチです、僕は。もちろん、本気です、僕はって言ったんですか？
今の、そうは聞こえないんですか？こりゃ重症ですよ、高島先生。わかりました。明日から放課後ここに来れますか？ここにですか？ええ、特訓しないとダメですね、これは。いいですね、放課後ですよ。明日から毎日です。わかりましたか？あ、はい、了解しました。よろしくお願いします。お願いします。これは久々に手の焼ける仕事になりそうだな。面倒をおかけしてすみません、校長。本当に恐れ入り豆、ありがとうございます。明日からよろしくお願いします。では、失礼しましま。なるほど、これは。生徒からの人気も出るわけだ。しかし、なぜ今まで気がつかなかったのか。全く私としたことが、味覚。あ、不覚。ありがとうございました。おもろ、本がおもろいからな。本もおもろいし、ちょっとだけタイムラグ出ますね、やっぱね。うん、遅れちゃう。はい、マチャが喋って横まこがセリフ言うまでに間がすごいできるんですよね。ああ、こっち結構お尻食い気味で言ってたんですか？私も食い気味で言ってたんだよね。あ、そう、途中からあんまり感じなくなったのは食ってくれたってことだよね、多分ね。あ、だいぶなんかそのちょっと噛み合わないなっていうのは感じたので、うん、もうちょい早めようかなと思って。